実はブラック企業は面接でも見抜くことができるって知ってましたか？こんにちは、滑らないキャリアエージェントの末永です。今回は面接でのブラック企業の見抜き方について、リクルート時代から今まで4000人もの転職者の支援をしてきた転職エージェントとしての視点からお話ししたいと思います。以前別の動画で求人票からブラック企業を見抜く方法については解説いたしましたが、求人票から以外にも面接の内容や雰囲気からブラック企業を見抜くことができることを知っていましたか？求人票の表現でブラック企業をある程度見抜くことはできますが、全てのブラック企業を見分けられるわけではありません。求人票ではまともなことが書かれていても、いざ入社してみると想像していたことと全然違った。蓋を開けてみたらブラック企業だった。そんなことも起きる可能性があります。そこで有効なのが面接でブラック企業を見抜く方法です。面接では自分を評価してもらう場であると同時に、求職者が企業を評価する場でもあります。本来面接には上下関係はなく対等な場であるため、お互いに自分に合いそうかを見定め、相思相愛になって初めて転職成功と言えるはずです。なので面接でこの会社はおかしいと思ったら、当然こちら側から入社を拒否する権利があるのです。ブラック企業に入ってしまうと働くどころではなくなってしまう可能性があり、理想的なキャリアを形成できないので、何としてでもブラック企業への入社は避けたいところです。そこで今回は面接でのブラック企業の見抜き方について解説します。面接でブラック企業を見抜く方法の一つ目は面接官の態度です。先ほどもお伝えしたように、面接の場というものは求職者も面接官も対等な場であり、上下関係は本来はあってはならないものです。にもかかわらず、採用してやる側だから自分たちの方が立場は上だと考える残念な面接官がブラック企業には多いです。面接に平気で遅刻してきて謝罪がなかったり、ふんぞり返って偉そうにしていたり、初対面なのにタメ口で話してきたりと、そのような態度を取ってきた面接官がいる会社は危険です。その理由は、社外の人に対してもそのような態度を取る面接官は、社内の人間に対してはもっとひどい態度を取っていると想像できるからです。もしかしたらパワハラが発生している可能性すらあります。おそらくそのような面接官がいる会社は社員のことを大切に思っていないでしょうし、採用活動を軽視していることから働く人イコールコマと思っているかもしれません。そんな会社へは入社したくないですし、そんな人とは一緒に働きたくないですよね。中にはストレス耐性を見るという意味で圧迫面接をする面接官もいますが、追い詰めてストレス耐性を見るということは時代遅れであり、入社しても同じような場面が生じる可能性が高いということの表れでもあるので、圧迫面接する企業は絶対に避けましょう。また履歴書や職務経歴書を事前に目を通していない面接官も要注意です。普通は人と会うときに事前にどういう人なのかぐらいは目を通しますよね。それなのに名前や現職の会社名すら知らない面接官がいます。それはいくらなんでも常識外れですよね。おそらくは人に興味がない面接官である可能性が高く、社内でも人を大切にしていないことが想像できます。なので面接官の態度に対して疑問を感じたのであれば、それはブラック企業である可能性がありますので注意しましょう。面接でブラック企業を見抜く方法の2つ目は、経歴についての質問がほとんどない場合です。中途採用は即戦力採用であるために、企業側はすぐに戦力になれるかを面接で判断します。戦力になれるかどうかの判断をするために、経歴については詳しく聞くはずですよね。どれほどの経験やスキルがあるのかを把握しておかないと、入社後にミスマッチが発生してしまうリスクが高いからです。なので採用担当者としては、転職理由や志望動機よりも経歴は面接の中でも最も重視して聞かなければいけないポイントだと言えます。にもかかわらず、企業によっては経歴をほとんど聞かずに雑談のような感じで面接が進み、場合によってはいつから来れますかと何も聞かれていないのに実質内定を出してくることがあります。面接がうまくいって即日内定パターンだと思って喜んでしまいそうな場面ですが、これはブラック企業である可能性が高いので要注意です。経歴を聞かないということは、現職業務に対する適性やスキルについてはそこまでチェックや重視をせずに、要は頭数さえいれば誰でもいいという可能性もありますよね。このチャンネルを見てくれている皆さんは、きちんと転職の軸を持って理想のキャリアを築き上げたいと思っている人が多いと思います。しかしそのような会社へ入社してしまうと、おそらく企業側は社員のキャリアには興味がないので、
ただ目の前にある仕事をやらせるだけとなってしまい、その会社で成長していくことは難しくなってしまうので、面接でこのような特徴ある企業への転職は慎重になるべきだと思います。また離職率が非常に高く、次々と人が辞めていて、とにかく人手が足りないという状況に陥っている可能性も考えられます。なので面接で自分について全く深掘りされなかったにもかかわらず、いい結果が出てしまった、そうなってしまったら結果に喜ぶのではなく、本当にその会社は大丈夫なのかを疑いましょう。ただしここで一点注意してほしいことがあります。経歴についての質問がほとんどなかったとしても、人事のみが面接官だった場合は例外です。人事だけではスキルの判断がつかないために、あまり経歴に関するツッコミはせず、人物面のみを判断する場合があります。経歴についてはほとんど触れられず、転職理由や志望動機など経歴以外の質問のみをされることもあるので、人事のみが面接官として出てきた場合はまだブラック企業だと判断するのは早いので注意しましょう。面接でブラック企業を見抜く方法の3つ目は、会社説明や業務説明をされなかった場合です。繰り返しになりますが、面接は一方通行に見定める場ではなく、双方理解をする場です。なので求職者から企業に情報を提供するだけではなく、企業側も自分たちがどのような企業でどのような業務を任せようと考えているのか、求職者へ説明しなければいけません。そうでないと求職者側はネットや求人票での表面的な情報でしか会社のことを知ることができず、安心して入社できないですよね。面接の最後に質問する時間はありますが、御社のことを教えてくださいなんてことは最後に聞きづらいですし、時間にも限りがあるので難しいと思います。にもかかわらず、面接の中では会社説明や業務説明を一切せずに、一方的な質問だけをして面接を終わらせようとする面接官がいます。もしそのような面接官が出てきたら、その企業はブラック企業かもしれません。なぜなら働く人のことを大切に思っていない可能性が高いためです。会社説明も業務説明もしないということは、求職者に対して会社のことを理解してもらわなくてもいいと考えていることになります。つまり相思相愛のもとで、お互いに安心して働きましょうとは思っておらず、単なる労働力としか見ていないということです。また場合によっては会社説明や業務説明をしたくない理由があるのかもしれません。例えば求人票に掲載していた情報と実態に乖離があったり、細かく説明すると求職者の入社意思を削いでしまうような情報がある場合は、面接官が自ら会社説明や業務説明を進んでしてこないのです。なのでもし面接が一方通行でひたすら質問だけされて終わってしまった、企業側からの会社説明や業務説明がなかったという場合は要注意してください。ただし二次面接以降では、すでに会社説明や業務説明をされているという前提で面接が進むので、あくまでも一次面接での話だと思っていただければと思います。面接でブラック企業を見抜く方法の4つ目は、執務フロアで社員のすぐ横などで面接を実施された場合です。最近はリモート面接が増えてきたので、こういうケースも多くはないかもしれませんが、面接が個室の面談室でなく執務フロアで他の社員が仕事をしているそばで行われるケースがあります。初期フェーズのベンチャー企業であれば、そもそもオフィスが狭く会議室自体がない場合もあるので、仕方ないケースもあるので、そういった場合は例外です。しかしそうでないにもかかわらず、執務室で面接が行われるようなことがあれば要注意です。そういった企業は個人情報の保護意識だったり、モラルが欠如している可能性が高いです。特別な理由がない限りはブラック企業の可能性が高いので、避けた方がいいでしょう。ここまで面接でのブラック企業の見抜き方として、次の4つのポイントをご紹介しました。まとめますと、面接官が横柄な態度を取ってくる、経歴についての質問がほとんどない、会社説明や業務説明をされない、初期フェーズのベンチャーではないのに執務フロアで面接をするの4つとなります。これら4つの特徴をチェックリストにして、これから面接を受ける会社、これまで面接を受けた会社に当てはめて、ブラック企業の可能性がないかをチェックしてみてください。しかしこれらの特徴はあくまでブラック企業の可能性があるということを示唆するものなので、当てはまるからといって必ずしもブラック企業というわけではないので、ご注意ください。この動画を最後まで見終わったら、面接をすでに受けた会社がこれら特徴に当てはまっていないか、これから受ける企業は面接中にこれらの項目に当てはまっていないかを振り返ることができるようにチェックリストを作ってください。きっとブラック企業を見分けるのに役立つと思います。ここまで動画をご覧いただきましてありがとうございます。
僕が経営するアクシス株式会社では、理想のキャリアに向き合うキャリアコーチングサービスマジキャリと、累計4000人以上の転職支援をしてきた滑らないキャリアエージェントを提供しています。また自分の市場価値を知りたいという人向けに無料の診断サービスを提供しています。概要欄にすべてリンクを貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。書籍キャリアロジック成功する転職面接も Amazon や全国の書店で販売してますので、ぜひ手に取ってみてください。この動画が少しでも役に立ったと思っていただいたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。